はい、皆様どうも。本日はまだまだ検証したいことが卒業でございます。こちら事前に新しい進路の開放条件が確認できるのでね。それで次はどうしようと思ってたら、以前大量発生させた悪の手下、それの上にさらなる悪進路が、なんと悪の数値3000マックスでなれる職業が。これはちょっと気になりすぎて夜しかぐっすり眠れないので。夜寝れていれば十分です。ということで6年目の目標、悪3000の生徒の育成です。それじゃあ早速やっていきましょう。もうこの1年はずっと悪魔先生だぜ。悪の授業だと先生、悪魔コスプレになります。尻尾ちょっと可愛い。すまんなみんな、高校3年の1年間悪の授業しかしない先生を許して。さあ、このクラスの悪のエースは誰かな。一応確認しておこう。注目は一番下の悪の能力値。おそらく一人、悪の初期数値も今やった悪の授業での成長率も高い子が。出たな、出席番号6、渡辺くん。ってことで渡辺を悪マックス3000で極悪進路に進ませます。一応残りの生徒も確認だけ。やはり悪3000目指せそうなのは渡辺だけだったのですが。あれれおかしいな、2学期ももう終わるというとこまで育てたのに悪の数値が低すぎる。前回、体力3000目指した時は1回のトレーニングで150以上上がってなんとかマックスいけたのに。これまさか、悪の授業だから不良状態じゃないと数値上がりにくいとか？ってことでちょっとこの年は悪マックス一旦諦め、いろいろ調べることに。渡辺くんを不良状態にし、悪の授業をやってみました。すると想定通り、160以上も上がった。これを1年間やり続けてやっと3000いけるな。やはりこのアプリアナドレン、細かいとこまでいろいろ作られている。ってことで翌年7年目。不良状態にするには授業中に指導したらいけないので、もう悪の授業&完全放置の1年に。教室無法地帯と化しております。でも一回試しで起こるとしょぼん、かわいい。ちなみに今回のこのクラスの悪のエースはまさかのミラクル起きちゃった？極悪不良高橋だー。はい、まさかの高橋くん、主チャンネルで大人気キャラ、極悪不良高橋とリンク。他の子よりも全然悪だぜ。あ、当然体育祭とかは瞬殺で負けです。ワンチャン、悪の数値で反則勝ちとかあるかと期待したが、さすがになかった。悪の授業放置し続けて2学期ももう終了。高橋くんの悪、順調に育っております。そして期末テスト。当たり前だけどこっちも秒殺。そして3学期ラスト、この授業後に間違いなく悪の数値マックス3000いけるとこまで。さあ悪を極めた高橋くん、君は卒業後、一体どんな進路に進んでしまうんだ？イエス、悪3000マックス極悪生徒爆誕。それじゃあワクワクの進路です。まあ高橋以外は全員悪の手先だろうが。まあこうなるわよね、って思ってたらまさかの一人。西村この1年で悪の道に染まらなかったなんか先生感動だー。まさかの想定外からの高橋。まさかの人間も卒業しちゃったよー。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。